さあ、初回点検へ行こう。はい、皆さん、こんにちは。今日も梅雨の中、モトラットさんへ向かおうと思います。今日もよろしくお願いいたします。いやー、蒸し暑い。ようやくですね、1000キロを迎えまして、先日青山高原の方で S1000RR のオーナーさんと本当に偶然出会うことができて、楽しくおしゃべりできて本当に楽しかったです。で、1000キロを迎えましたので、この S1000RR ついにこの開放モードをオンにしてもらおうと思いまして、今日はですね、ディーラーさんへ向かおうと思います。さて、今日はですね、それがメインじゃないんですよ、実は。2時間ぐらいでですね、この点検終わるらしいんですけれども、私はこの TFT のこの液晶モニターなんですけれども、英語表示なんですね。で、基本的にはもうこの英語のままでいこうと思ってるんです。日本語になったところで私大して、触らないっていうのもあるんですけれども、実際日本語化するのに3時間ぐらいかかるんですよ。なので、点検と日本語化で、3時間で済むのかどうかちょっと分かんないんですけれども、その日本語化にするだけで3時間ぐらいという目安をお時間くださいということだったので、もう英語読めないけど英語でもいいよと、もうフランス語でもいいよみたいなていうか、もう絵文字でもいいよみたいないうことなので、必要最低限な点検と、オイル交換と、そこだけを施工しに行こうと思います。で、その後なんですけれども、実はですね、私増車を考えまして、増車、増える車と書いて増車で、この後ですね、ちょっとあるディーラーさんへ行こうと思ってるんですね。で、やはりですね、この SS スーパースポーツ、やはりこういう形状のバイクがもう私すごい好きなので、で、その車種というのはですね、 F3RC、 皆さん分かりますでしょうか。バイクに詳しい方はね、お、そこ来たかと、来たか宝石かと。そうなんですよ、 MV アグスタ、そう、 F3RC というやつなんですね。いわゆるミドルクラスへ、ちょっとトライしてみようかななんて思い、今日は、この点検の後にですね、行ってみようと思います。しかし今日混んでるな。そしてそのアグスタというのは、どうやらこの RR とは真反対の位置にあるようで、暑いし乗りにくいし、ガチャガチャ言うしっていうことらしいんですね。僕まだ試乗もしたことないんですよ。で、そのこの 675RC というこのまたカラーリングがまたですね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。もうめちゃくちゃ、もうめちゃくちゃ、とりあえずこれが終わりましたらですね、ちょっとディーラーさんへね、ちょこっと顔を覗きに行きまして、一応予約はもう時間取ってますので、試乗まではしないとは思うんですけれども、ちょっとね、見させてもらおうかなと思って、今日は楽しい一日になればと思います。では今日のこの梅雨の中、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、モトラットさんが見えました。到着。おー、なんかやっぱり週末はバイク多いな。行きます。点検で、はい、はい、よろしくお願いします。またサービス参りますんで、はい、中で了解し、今日すごく多くないですか。多いですね、やっぱり多いですね。スタートか、あ、おはようございます。はい、明太子なくさないでくださいお願いします。はい、よし、ありがとうございました。はい、ようやくモトラットさんに1000キロ点検終了しました。ありがとう。費用はですね、
1万円後半ぐらいでしたかね。まあ、オイル交換もやっていただいて、これで、とりあえず一つ目の一くくりというところですね。はい、ここからですね、もう9000回転、1万回転、もう1万5000回転、1万5000回らへんのかな、ぐらいまでちょっとバンバン回してですね、このエッセン RR 楽しんでいこうと思います。ではですね、今から、今日の私のメインイベント MV アグスタさんへ行ってみようと思います。さあ、どんなバイクか本当にちょっと楽しみ、いやー楽しみです。では今からちょっと大阪市内のショップへレッツゴーです。なんかバイクは軽くなったような気がする気のせい気のせい。このズーム396ですけれどもね、まあまあナビにしてはまあ本当にバイク用ということなので使いやすいかもしれませんね。いろんなこのボタンの、大きさだとかですね、押し方だとかで、この指に対してのこの反応感がね、こういうグローブの上でも結構反応しやすいので、まあ一長一短はあると思うんですけれども、私結構これはおすすめだと思いますね。はい、近くまでやってきました。確かですね、モトラットさんとは違い結構街中にあったような、そういうちょっと変わったちょっと珍しいショップさんですね。で、今回はですね、ユーズドのバイクになるんですけれども、形は2016年式ですね。で、今のオーナーさんがですね、このショップさんとつながりが深くて、このバイクをですね、ショップさんに売ろうかなっていう時にですね、私がそのバイクを探していたもんですから、ちょうどね、そういうタイミングが合いまして、今日はそのバイクを見せてもらうという内容になっております。実際ですね、この足つきやですね、サイズ感はちょっと全くもってわからないので、本当にちょっと飾ってるあるね F3 をちょっと見たことぐらいしかないので、実際マフラーの音もね、どんな音がするのかも全然想像ついていない状態なんですね。到着、ここは1通なんでエンジンを切りましょうか。はい、お店はここですね。よし、ちょっと向き変えようか。点検はバッチリです、ね、バッチリ、まあ、まだ1000キロなんでね、うん、3モデルは、はい、この荒々しさが売りですね。いいですね。ユーロフォンだったらね。いやー、アグスタかっこよかったですね。やはり走る宝石と言われるだけあって、デザインがちょっと違う、もうなんて言うんでしょう、やはり洗練されておりますね。いやー、あのバイクいいなー。はい、今日の動画はこれで終了させていただきます。また大阪のどこかでですね、このエッセン RR 見かけましたらお声かけください。今日もありがとうございました。蒸し暑い。